まあ簡単な曲ベスト7。ありがとうございました。で、ちょっとね難しめの曲も少しだけ交えました、この曲がどんな方に向けておすすめかなども軽く話していきたいなと思いまっちゃ。てなわけでまず1曲目、ものすごく有名な曲、ベートーベンのエジプトのために。結構簡単な曲で皆さんに必ず耳に馴染みのあるような曲だと思いまっちゃ。てなわけで、どこが簡単なのか説明しますね。このフレーズっていうのは多く出てきます。っていうことはこれができるようになれば曲の8割は弾けるっていうことです。馴染みのあるフレーズがたくさん出てくる曲っていうのは意外と簡単な場合が多いです。唯一難しいって言ったらここ最後の方です。こういう上がっていくところ、アルペジオが結構苦手とする方が多いです。しかしこの曲は発表会とか、まあ、初心者の方とかがとりあえず目標にしやすい曲かなと思います。ぜひやってみてください。はい、それでは2曲目、パンパパパパパン、もうもうパンパパパパパン、もうもう意外と簡単です。なぜかというと弾きにくい場所が少ないです。かなり少ないです。この曲は結構発表会でも弾かれて、まあ今回取り上げたのが大体簡単な曲で、皆さんの発表会とか初心者の方が目標にしやすい曲です。3曲目、ウキウキ。僕はいつもエンディングで使われてる、見てくれてありがとうね、よければグッドも押してっていう曲なんですけども、この簡単な理由としましては、これが多いっていうところですね。ただそれだけ、先ほども何回も同じことですいません。同じフレーズがたくさんあるのが簡単で言ってすいません。でもこれ比較的まだ、僕は小学校2年生ぐらいの時に弾いたかな、結構簡単でした。しかしまあ今回皆さんに、ね、伝えた曲の中ではっきり言って最も難しいと言っても過言ではございません。次のクターン、これはもうまだ比較的ねみんなが挑戦しやすい曲だと思います。ゆっくりです、それだけ。ゆっくりな曲っていうのは弾きやすいです。テクニック的には、音楽的には難しいですけど、テクニック的には弾きやすいです。なぜかってゆっくり考えながら弾けるから。晩ご飯なんだっけ、なんだっけ、なんやったっけ、あ、目玉焼き。そう、こんな感じで何事も考えながら弾くことができます。ってことは本番では次の音を何だったっけで変えてください。晩ご飯が何だったっけかな、から次の音何だったっけ、あー、迷っちゃう。だから皆さんやってみてください。5曲目、月光の一楽章。これは名も知れた大名曲です。まあね、これはかつ知れた名曲なんですけども、一楽章は比較的弾きやすいです。初心者の方は一楽章をおすすめします。しかし二楽章、三楽章は手を出してはいけません。難しいからです。何が難しいかって言ったら最初とか難しいです。三楽章とかここら辺とか難しいですよ。左手がもつれちゃうんです。僕はこの三楽章に関しては高校3年生の時に弾いたかな、今ちょっとうろ覚えで弾きました、すいません。ですが一楽章は誰でもすぐ手を出してすぐです。二楽章はまあフラットが多いのでちょっと難しいです。こんな感じの曲なので、まあ、ちょっと聴いてみてください。ブルグミラー、これは比較的全部簡単な曲が入ってます。初心者の方が挑戦するような曲がたくさん入ってます。ぜひ全部やってみてください。リズムが結構ね取りやすいんです。日本人のズンジャあズンジャあチャッチャチャッチャチャーラ、はい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 みたいな感じのリズムなんでね、初心者にも結構しっかり入ってくるかなと思います。他にもブルグミラーの練習曲の中にはたくさん、25曲ぐらいたくさんあるので、まあそれも全部やってみてください。
まあですので、まあこれも皆さんにとってね、まず挑戦しやすいかなと思います。皆さんっていうのはその初心者の方に向けてです。ぜひ発表会で披露してください。そして最後、またちょっと少し難しい曲をあえてしました。これは初心者の方でもこのぐらいまでだったら挑戦できるよっていう感じのね、レベルの指標にしていただけたらなと思います。トレコ行進曲と恋のワルツが一番の最終的な目標にしてください。とりあえずそれまではもう僕がさっき言ったような簡単な曲をまず攻めていって、その次の段階、あれたちが弾くなってきた次は恋のワルツやトレコ行進曲を弾こうかなみたいな感じのね、指標にしていただけたらなと思います。最後、またちょっと少し難しい曲をあえてしました。これは初心者の方でもこのぐらいまでだったら挑戦できるよっていう感じのね、レベルの指標にしていただけたらなと思います。トレコ行進曲と恋のワルツが一番の最終的な目標にしてください。とりあえずそれまではもう僕がさっき言ったような簡単な曲をまず攻めていって、その次の段階、あれたちが弾くなってきた次は恋のワルツやトルコ行進曲弾こうかなみたいな感じのね、指標にしていただけたらなと思います。人前になったらものすごく難しくなる曲なので、しっかり練習してみてください。これってまだギリギリでもダメなの？おー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 、こうなっちゃうので気をつけてください。それでは、グッバイ。